はい、私はコールセンターの運営をずっとしていたんですけれども、コールセンターの人っていうのはクレームが非常に多いんですね。なのでメンタル面がどんどん弱っていく人が本当に多いんです。一生懸命仕事をしているほどとっても、メンタル面でダメージを受けてしまう人が多くて、その人たちとどう関わっていけばいいんだろうということをずっと悩んでいました。それがヘルスコーチジャパンのメンタルマネジメントのところですね、勉強することで、なんていうのかな、どう関わっていけばいいのかっていうヒントが自分の中ですごくよく分かったように思っています。まずとにかく相手の話をきちんと理解することだったり、怖くてなかなか関われないっていうことが、すごく減ったなと思っています。